あ、これはちょっとやばい。これは気持ち悪い。なんかほら下にウーの手がちょっとアップにして、このプリントウーの手がある。続きましたね。ネバレくん、ネバー納豆お兄さんです。今回はですね、ネバー心霊写真から幽霊を探せ。いや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 、もうなんでそんな嬉しそうなんですか毎回。前回さ、もうよりすぐりの心霊写真持ってきたのにさ、全部怖くなくさせられちゃってさ。いやだから考え方によっては怖くないねって話で終わったと思うねばよね。いやだからね、いや悔しいから今回も怖がらせようと思ってね、よりすぐりの心霊写真持ってきましたから。なんでそんなさ、心霊写真集めるような趣味持っちゃってんの。じゃあ集めるんじゃないよ。例えば手提げ袋持って買い物行くでしょ、うん、帰ってきたらもう手提げ袋に心霊写真入ってんのよ。怖いよ。はい、ネバヤも見たくないんだよ、怖い写真は、ね、1枚目、ドン。え、はい、これはなんかそんなにね、明るいところだし、うん、ただの帽子屋さんが写ってるなっていうぐらいで、ね、麦わら帽子だね。はい、ネバヤが、もう麦わら帽子屋さんなのかね。他に奥にね、他の普通の帽子もありそうだけど。本当だね、だ右奥も麦わらだし ね。これ左奥の方から顔を覗いてるとか、そういうの。そういう可能性もあります。あれかな、やっぱ帽子だから、よく見たら帽子の下に顔が、ちっちゃい顔映ってたりするんじゃない。あ、え、ちょっと待って、ほら右の方に手みたいなのが、長い手があるでしょ、これはね。どういう写真かというと、この近くにね、川があるんですよ。で、女の子なんですけど、麦わら帽子が飛んでっちゃって、それを追いかけたら川に流されちゃって亡くなっちゃったっていう、この例で、もう帽子もう一回取り戻したいっていうのが、もう手が長くなっちゃった感じ。え、ちょっと待って、わかった。え、それ違うんじゃないね、バカ。だって手長くて麦わら帽子を取ってるってことは、うん、ワンピースのルフィなんじゃないね、バカ。これワンピースのルフィが麦わら帽子をピョーンって手伸ばして取ってる瞬間ねばよ、これ。いやちょっと待って、なんかゴムゴムの身で伸びた手ってこと、これ。そう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 、もうだからルフィなんてこの画面からすごい遠くのところにいるんだけど、うん、もう毎回ここの帽子屋さんまで手伸ばして、うん、麦わらの帽子取ってきてるねばよ。え、違うでしょ、子供の怨念でしょこれ。もう違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 う、そもそもその川の話だって今考えてみたら、なんか怪しいねばね。怪しくないよ、だって勝手にアットニーさんが作ったんじゃないかって思っちゃったねばよ。ダメだよ。そうそう、これダメダメ、そんな例えしたら怖くなくなっちゃうから。ちょっとこれヒーローが写ってる写真ねばよ。ちょっとやめてよ、ちょっと。あ、やめよ、ちょっと待って。じゃあ次次っていい。もちろんねば、これはもう全然怖くなかったねばね。なんでよ。危ない危ない、子供の怨念なんだけどな。じゃあ続いて、ドン。あー、こういうなんかちょっと何でもなさそうなワンシーン、うん、なんかこういうのね、なんか映ってそうな気するねばね。山の方の田舎のお家 で、ね、これ炊飯ジャーで、昔のタイプの炊飯ジャーだね。そうねばね、うん、あとはカレー作ってんのかな、向こうで鍋みたいなのと。あー、そうかもしんないね。鍋から出る煙がとかさ、あー怪しいね。光の部分とか怪しいねばね。あの光自体もなんかね、誰かの思いみたいな、ね、魂とか。なんか確かにこう左の方とか光ったりとか、うん、あるか。え、これか、このなんかさ、ほら森の中の、うん、ほらこれちょっと、うん、よ、アップしてみて、うん、ほらこの顔っぽいやつになってない、うん、気づきましたね、これ。なにこれ。え、いやこれね、偶然か。違う、これここの森で山菜とか取りに行った大人の人がいきなり消えていなくなったりするんだけど、森の妖怪がいるんじゃないかって言われてんだけど、その妖怪がこれ顔として出てきちゃったんじゃないかって言われてるんだけど。じゃあこれは人というより妖怪っていうこと。そうね、妖怪だね、人間じゃないんだね、森の
生というか森の妖怪。いやでもちょっと待って、ほら緑色の妖怪っていうかさ、緑色だよ、緑色の顔でしょ。 森だからね。でこれ目の前に炊飯ジャーがあるじゃないの。あるよあるよ。これドラゴンボールの魔法がかけられた瞬間のピッコロなんじゃないの。いやそんなにうまくつながるだって。これ下にさ、ほら亀仙人とか、亀仙人の前の師匠がマフーバーってこの窓の下のところで多分手上げてて、マフーバーやられてぐるぐるぐるってなっています。炊飯ジャーに向かってるピッコロネバよこれ。もう炊飯器の中に吸い込まれてる。そう瞬間のこのままもうマフーバーで中にガシャーン入っちゃうネバね。ハリウッド版ドラゴンボールみたいなやつ。そうそうそう、ちょっと実写版の。そうそう、それだ。やめてよ。あ、そのワンシーンだったネバね。ハリウッド版のドラゴンボールのワンシーンだ。あ、いいもん見れたね。いいもん見れ、そうなの。なんか怖くねえな、そうなっちゃうと。みんなもよかったね、こんなハリウッド版のドラゴンボールのワンシーン見れて。いやこれ和っぽいな。なんか拍子抜けだな。あーよかったよかった。よかったじゃないよ、もう次行くよ。じゃあ次怖いからね、行くよ。怖いの見せなくていいネバだけどね。はい。なんだこれ、土管か。土管だねこれね。なんかいそうだね。なんか貞子とか出てくる感じ。出てくる感じだね。あ、これはちょっとやばい。これは気持ち悪い。なんかほら下にグーの手がちょっとアップにして、この栗のところにグーの手がある。気づきましたね、気づきましたね。これはね、土管の中にかくれんぼしてて出れなくなっちゃって、詰まっちゃって出してくれーっつって渾身の思いでグーの手でわーってやったんだけど、結局探されなくて、そのまま固まってわかった。これ違う違う違う、そんなんじゃないよ。え、これ土管でグーでクリでしょ、クリボーをえいってやっつけてるマリオだこれ。マリオが土管からテテテって出てきてポヨーンってやってる瞬間ネバね。これ間違いないよ、これ間違いない、マリオだ、マリオのグーだね。いやそういうこと言わないでよ、ちょっとあのスーパーマリオに出てくる土管に見えちゃうから。いやいや今のはもうカットね。違う違う、これ違う、ハリウッド版スーパーマリオの違うよ、ハリウッドワンシーンだこれ。違うじゃん、ほら助けてっていう手の握り方してるじゃん。明らかにこれほら上にさ、ジャンプするときにマリオがボーンって上に上がる瞬間のグーだね。じゃあどれよ、クリボーは。クリボーその上に、これこれ、そうそうそう、これクリボー、クリボーネバね。あ、クリボーみたいな頭してるな。でこの土管ね、うん、これまあ実写版だとほら緑じゃないんですよ。やっぱりリアルな土管、まあ、緑の土管なんて見たことないからね。そうそう、じゃあヒゲのおじさんの手っていうことはこれ怖くないってなっちゃうよそれ。そう、いいのいいの。いやこれだからもう貴重なワンシーンネバよ、ハリウッド版スーパーマリオの。いややめてやめて、いいよもうこれなしなしなし、次行くよ次行くよ、もうちょっとやだな、次は怖いよ。怖いの見せなくていいネバだけど、すんごい怖いよ次は。やめてネバよ、ドン。え、巨大どら焼き。いやいや美味しそうだなで終わっちゃうネバ。巨大どら焼き、ただ美味しそうな写真じゃないネバと思うですよ。インスタ映えするやつじゃないネバか。そのどら焼きが美味しそうだなと見る。見てる。後ろにほら見て、ドラえもんがいる。気づきましたね。これはドラえもんじゃないネバ。ドラえもんじゃないよ。ドラえもんだよ。ドラえもんじゃないよ。これは違う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 。ちょっと聞いて、ドラえもんって言ったらドラえもんに見えちゃうから。ちょっと違うんだってこれ。ドラえもんだ。やめてよ。ちょっと私に解説させてもう。え？ここの名物のどら焼きがあってさ、それが食べたい食べたいって言ってね、はしゃいでたんだけど、線路のとこに落っこって引かれちゃったの。ドラえもんだこれは。ドラえもんじゃないって。ドラえもんが外から美味しそうな、ちょっともうあんまで飛び出てる珍しいドラえもん。だってドラえもんって顔白い、白白いか、白い白い白いか、鼻赤い、赤い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 か、あの側青い、あーほらなんか椅子も青いかな。青く見えてきた。やめてよ、これドラえもん間違いないね。そ
そうなの？そうだ、これはそうだね。やめてよ、もう本当拍子抜けしちゃうな。もうこれ最後いくよ。じゃあドラえもんだな、これも全然もうなんか怖くなくなっちゃったねばよ。じゃあ最後もいくよ。最後はもう大いに怖がってくださいよ。ドン。ちょっとなんか言ってよ。ちょっとこれ笑納豆ね。なんかこういう写真が出てくると今までの写真も全部なんか作られたもんなんじゃないかって気がしちゃうんだね。いやいやいや、これはねほら最近露出もう全く露出ないから、ネバテレですらほぼ露出ないから実写としてさ。いやもう確かにネバールくんのねアウトドアチャンネルには出てこないネバだけど。そうだよそうだよ、だってしょうがないじゃないか。ネバールくんソロキャンプで楽しんでますネバだから、うん、アウトドア楽しんでるネバだからさ。いやだから私、まあ、正直言うとこれは私作りましたよ。そうでしょうね、うん、これ作りましたよ。違う意味で怖いわいやでもさ、なんか何よりもね心霊写真持ってきたのに全部怖くなくなっちゃうんだよね、バルクのその捉え方でさ。いやこれダメだなと思ってさ、ちょっと一般募集します。これ怖いぞっていう心霊写真もうね送ってきてほしい。どこ、納豆兄さんの住所でいい？いや私の住所は教えたくないから、ネバテレのメールでもいいけど何でもいい、ネバルクのツイッターでもいいし私のツイッターでもいいよ。ネバルクのツイッターやめて、ネバルク心霊とか嫌いだからでもさ、どんなに怖いの送ってきてもさ、怖くなくしちゃうというさ術を持っちゃったじゃん。もうネバール君を怖くさせよう、ちょっとということで、どういうことネバー、ということで終わりたいと思います。いらないネバーよ、もうや、ね、このコーナー終わりネバー。送ってきてね。じゃあね、じゃあネバー。